皆さんこんにちは。つながるラジオのお時間です。お相手は松山秀和です。よろしくお願いいたします。この後6時までの約30分間、最後までぜひお付き合いください。この番組はみんなとつながる、広がるをテーマに青森県の津軽からお届けしております。はい、ということで4月最後のつながるラジオのお時間がやってまいりました。今日はですね、今日もですね、素敵なゲストの方をお迎えしております。はい、もう僕の一番仲のいい友達でもありますですね。広島市で鉄板焼きどんとこを2店舗経営されてらっしゃるオーナーシェフ、美濃義人さんにゲストでお越しいただきました。どうぞお喋りください。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いやー、すごく美濃さんと喋るのは気が楽ですね。ありがとうございます。ね、結構くっちゃべってますからね。そうですね。はい。今日はありがとうございます。ちょっとね、今日は美濃さんの話をたっぷりと聞いていきたいなっていうふうに思っているんですけども、まあ、毎週ね、このラジオいろんな方をお迎えすることもあるんですが、今日は、まあ、何にして美濃さんなんで、もう美濃さんのですね、好きなことをちょっと喋ってもらおうかなっていう。わかりました。雑な振り方の時間になりますけど、はいはい、まあまあ楽しくおしゃべりしようぜっていうことで皆さんとおしゃべりしていきたいと思いますので、うん、はい、じゃあ早速です。皆さん、はい、まあなんか簡単に何者かぐらい喋っておきますか。はい、行きましょうか。じゃあ、はい、はい、ですね、皆さんはじめまして、ですね、鉄板焼きどんとこという鉄板焼き屋さんのオーナーシェフをしています美濃義人と言います。広島の、八丁堀と三河町に1店舗ずつして、今2店舗のオーナーシェフをしています。でですね、そうですね、なんか僕の経歴というか、歩んできた道がちょっと変わってるので、はい、簡単に説明させてもらいますと、ぜひ。はい、20歳ぐらいの時はですね、スノーボードのインストラクターをしていました。うん、はい。で、スノーボードが好きで、スノーボードインストラクターになって、で、それこそ長野に思ったりとか、ニュージーランドに行ったりとか。で、その生活を4年ほどやってました。で、で、なんでまあ今ね、飲食店のオーナーシェフやってるのかっていうと、実はこの時期に、飲食店でこう働きながら、そういうシーズン、冬はそのスノーボードインストラクターをやってもいいよっていう働き方をですね、許してくれる、うん、まあ優しいお店があって、うん、で、そこの、まあ料理長や店長さんとかにも可愛がってもらう。料理の、基礎的なところっていうのはそこで習ったんですね。うんうんうん。はい。まあそれが僕の土台になってます。はい。で、当時僕はスノーボードでご飯食べていきたくて、で、プロになりたいなと思ってたんですけども、うんうん、22歳で、ニュージーランドに行った時にですね、同い年のプロスノーボーダーの浜直也ってやつがいて、まあ、そいつを見た瞬間に、あ、何回生まれ変わっても勝てないなと思って。あ、で、もう、それはもう、あっさりと諦めてですね。で、日本に帰って、じゃあ何するんだってなった時に、友人の誘いもあって、鉄板焼き屋さんで働かないかっていうふうな、声をかけていただいてですね、はい、それで鉄板焼きの道に入っていかれているところなんですね。はい。で、まあそのまま鉄板焼き料理人の道を皆さん普通は歩むと思うんですけども、はい、またそこでですね、僕は、22で鉄板焼き屋さんに入って、今度また26歳で老人介護の仕事に行きます。はいはいはい。はい。で、これもなんで老人介護かってなったら、うん、僕ですね、小学5年生から、20歳までですね、実家で、ばあちゃんの介護を母がずっとしてたんですね。で、ばあちゃん自体がもう結構認知症が進んでて、うん、で、自分の名前もちょっとよくわからない。自分の娘である、僕のお母ちゃんの名前もちょっとわかんないみたいな。結構認知症進んでて。で、まあ、やっぱり行動もね、ちょっとこう、わけわかんないことしてて、はい、僕が中学生の思春期ぐらいになった時に、
だんだんちょっとばあちゃんに対して冷たく当たるようになったんですね。で、そんな時に、うちにヘルパーさんが来てくるようになって、はい、はい。そのヘルパーさんがめちゃくちゃ素敵で素晴らしい人で、で、その人見てたら、身内の自分がばあちゃんにこの冷たくして、他人のこの人がめちゃくちゃ優しくするって何なんだこの人はと思って、で、この人がただ単に素晴らしいのか、介護っていう仕事が人をそういう風にするのかわからないけど、この素晴らしい人が仕事として選んでる介護、これを自分の人生のどこかに入れようと思って。で、中学生の時にそう決意してですね。はい。で、まあ、高校生になってスノボが好きになって。で、やっぱり若いうちにそこを目指したいと思ったんですね。はいはいはい。で、それ諦めた時に、でも料理がすごく中途半端だなと思ったんですよ。ああ、うん、はいはいはい。だからこの料理を自分が納得できるレベルまで持ってったら次はもう介護だっていうふうに、その、日本に帰ってくるときに思ってたんで。はい。なので、26歳で自分の料理の腕が、あ、ここまで来たら OK だと思った瞬間に辞めて、はい。で、介護の方に行くんですね。はあ、なるほど。はい。で、介護の方に行って3年ほどやったんですけど、やっぱりその、亡くなっていくお年寄りとか、本当にその、その人の最後の思いに寄り添っていくような介護はしたいと思ってたけど、やっぱり現実はそうはいかない。っていう中で、自分の元気っていうものが徐々に徐々に減っていったんですね。本当にやりたいことじゃないな、できないなっていうので。まあ、飲食と介護と、どっちが自分と周りに元気あげれてたかなっていうふうな思いが自分の中に出てきて、はい。で、そんな時に修行時代の、上司がお店を出すから、一緒にやろうっていうふうに声をかけていた。あ、そういうご縁があったんですね、じゃあ。そうそう、そうなんです。すごいタイミングだったと思うんですよね。まさにっていうタイミングで。で、そうですね。その、まあ、僕のその、鉄板焼きの師匠にあたる方なんですけど、声かけてくれたのは、上長者直樹という変わった名前の方なんですけど、はい、僕はずっと直樹さんと呼んでるんですけど、で、はい、直樹さんなんで僕を誘ってくれたんですかっていうふうに聞いたときに、お前よりもね、仕事できるやつはたくさんおるけど、お前ほど、人を嫌な気持ちにさせんやつはおらんけん、そこがいいんだって思ってもらったんですね。なるほど。で、ありがとうございますって。でも僕も、飲食に戻るんだったら、もう自分のお店を目指すために戻るので、あなたの技術を盗み切ったら独立するけどいいですかっていうふうに聞いて、ああ、それでいいよ。一緒にやろうっていうふうに言って、スタートさせたんですね。はい。で、一緒に二人でスタートさせて、一年半、こう、右肩上がりで、どんどんお客さんも増えてって。おー、すごい。はい、うん。そうですね。すごい、楽しい時間というか、まあ、濃密な時間でしたね。ああだ、こうだと。喧嘩したこともありますけど。ああ、そうですか。あ、はい、やっぱりお客さんのことで。お店のことで、そうですね。いや、もう、あのお客さんに対して、あんなうちのことを大事にしてくれてる人に対して、はい。その、まあ、連れてきて、大事にしてる常連さんが連れてきてくれた人に対して、うん、まあ、師匠がね、説教したことがあって。はい、いや、それ、ないでしょっつって。おー、確かに確かに。これ、腹立つのはわかるけど、そこも大事にしてこそでしょ、みたいな。なるほどね。はい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 。とかっていう、そう、喧嘩もしたりですね。わ、すごいな。そう。まあ、本当に二人で、その、お店への思いっていうのをどん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 育ててって。で、一年半経った時に、もう、お前いつか辞めるって言っとったけど、お前なしでこの店考えれんっていう。じゃあ、それぐらいもう大きな存在に美濃さん自身がなってたってことですね。そうですね。だから、もうずっと俺と一緒にこのお店を守り続けてほしいっていうふうに、その時に言ってもらって、で、わかりました。じゃあ、この店を一緒に守っていきましょうっていうふうに約束して、したその帰りに
その師匠は交通事故で亡くなってしまってですね。ああ、事故。そうですね、バイクだったんですけどね。ああ。うん。それが、8月の31日の、まだ暑い日でしたけど。ああ。そうですね。で、やっぱりその、僕たちの思いがそのお店にこもってるので、で、そのお店を、僕にやらせてくださいって、こう、奥さんに約束も守りたいのでって言ったら、もう、喜んでくださって、みのちゃんがやってくれるんだったら、なおちゃんも喜ぶっていうふうに言ってくださって、で、継がせてもらったお店が、今の、どんとこ、っていう僕がシェフさせてもらってる実はお店なんですね。いや、そしたらその直樹さんの思いをずっと継がれて守り続けてらっしゃるっていうことにもありますよね。そうですね、うん、そうですね、なんかそう思いをこう振り返るときとかってやっぱりたくさんあって、うん、僕たち何を大事にしてたかって実は今朝もこう思い返したりして、はい、してたんですけど、うん、なんかね、やっぱり人が好きなんですよ、僕たち。直樹さんも、うんうん。なので、どれだけお金をお客さんが払わなくてもいいサービスって何ができるか。僕たちは、そのお客様、もちろんその料理を提供すると、飲み物を提供するってお金がかかってることなので、そこはお金をいただくんだけど、でも、ただでできるお客様が楽しいとか嬉しいとか居心地いいとか感じてくれることって何があるかねっていうようなことを、なんか二人でいっぱいいっぱい考えて、それをどんどんやってって、で、お客さんは、やっぱり居心地が良くなって楽しくって、そう、それでこう、お店に来てくれる。なんだろう、僕たちに会いたくて、で、元気が欲しくて来てくれて、で、ついでに、料理とお酒が美味しいみたいな。いいっすね。まず人に会いに来てるっていう。そうです。うん、そう。なんか、こう、本当に、そのお客様とのつながりの間にあるお金っていうものを引っこ抜いて考えたときに、すごくこう、距離が近くなって、これが楽しいなって、僕たちも楽しいし、お客様も楽しい。で、なんなら僕たちも、はっきり好き嫌い出しちゃうんですよね、お客さんに。すごいですね。もう、生身の人間同士が、なんかぶつかり合ってるお店ですね、なんかそれは。そう、やっぱりそういう空間を大事にしてくださる方っていうのは、やっぱり大好きになるし、そうやってっても、なんか裏あるんだろうみたいに、こう、後ろに構えたりとか、それ意味あるのかとか、例えば、俺はその、こんだけ金持ってて権力もあるんだっていう人とか、いや別にそんな大丈夫ですみたいな。まあまあそうですよね。確かに確かに。そうそう。そういうお店作りをしてましたね。で、やっぱりその思いをなく、僕が継がないと、僕がそのお店を継がないと、その直樹さんの思いは死んじゃう。本当の意味で死んじゃうと思って。そうなんですね。僕ってこう、やっぱり今もそうなんですけど、農家さんとかを回らせてもらって、はい。食材じゃないんですよ。欲しいのは。その方の、その、仕事や、その農業や、まあ、牛を育てる方だったら畜産に対する思い、その生命に対する思いとか、その方の思いをこう受け取りたいんですよね。思いを、で、そこをその人を好きになって仕入れたいんです。食材のことに惚れるんじゃないんです。その人に惚れて、その人の食材を仕入れたいって思うんですよね。ちょっと順番がね、普通の人と違うんですけど、それが僕の仕事のあり方で、で、僕自身の、人としてのあり方なんですね。
で、これを、僕自身でもなんで僕こんな風、普通じゃないよなと思って。普通は、その食材、いい、美味しい食材かどうかであって、もうそうで生すよ産者ね。の人に対してっていうのは、なんかその次だったり、まあ全く興味のない、ね、料理人さんもいると思うんですけど、食材だけ、いい食材だけが欲しいっていう。それじゃあ、全然もやっとするんですそうなんですね。よ。なんでかなってこう思い返したときに、またこれ僕、小学生ぐらいまで戻るんですけど、小学生ぐらいの。すごい。僕、6個上の兄貴がいて、お兄さん。で、なので僕が小学1年生になったときに、まあ兄が中学1年生になるっていう年の差。そうか、そうか。そうですね。ちょっなんとです少しよ。離れてる感じですよね。そうすると。で、僕ちっちゃい頃の幼稚園の頃とかは、その兄のことが大好きで、もうちょろ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 後ろついて回るようなやつだったんですかけわいい。ど、本 当ね、怖いですよ。自分で言っちゃった。で、僕が小学生に上がる、兄が中学生に上がった瞬間に、兄からのいじめが始まったんですよ。で、これ、僕、直感的に分かったんですけど、兄は父に殴られて育てられたんですね。そう厳なんでしす。く、しつけを。で、それが僕に来てるんだなと思って。まあ、当時、その思春期とかわかんないんで、兄が中学生になった時に始まった理由はわかんなかったけど、でも、兄、父から兄から僕に来てるなっていうのはわかって、で、これ、なんでかなっていうのをすごくこう、小学生ながらに考えた時にですね、そうか、兄は、自分がされたことが悲しくて、僕にやってるんだなってことですね。で、まあ、捉え方を変えれば、僕がやってることは、その兄の悲しみを受け止めてることなんだなっていうふうに、話を受け止めてる。そう思えたんですね。で、そう思った瞬間に、すごく楽になったんですよ。それまでは、なんでこんな思いを僕がしなきゃいけないんだとか、なんなんだこいつは。何もやってない僕に対して、憎いとか、悲しいとか、辛いとか、そういう感情で、こう、受け止めてたときに、やっぱりこう、なんとも言えない、ドロドロとした、こう、気持ちがここに、生まれるんですね。でも、僕は、やっぱり大好きだった兄を嫌いになりたくないっていう、その葛藤もあって。で、こういう感情で受け止めちゃいけないなって、小学1年生ながらに考えてて、じゃあどうやって受け止めたらいいんだって。悩んでた時に、兄は悲しくてやってる。僕は憎くてやってるんじゃない。自分がされたことが悲しくてやってるんだから、兄の悲しみを受け止めてあげてるんだ。僕は兄にやってあげてるっていうふうに、そう捉えて意味があることで、受け身ではなくて、どんと来いと、僕にその悲しみをぶつけて来いっていうふうに思った時にめちゃくちゃ楽になったんです。すごいな。それで、多分その時ですね、人のその本当の思いに気づいていくっていうことは、自分が救われることでもあるんだなっていう。そして相手も救われる。思いに気づいてくれることによって。だからその相手の思いに気づいていくっていうことはすごい大事なことなんだなっていうのは、その時に気がついてですね。多分そこから僕って、特に中学生、高校生の時に思ってたんですけど、人の、気持ちを、無下にする人間っていうのはもう絶対友達になれない。そうですね。確かに。ですね。と同時に、でも自分の間違いに気づいた瞬間に、ちゃんとこう、謝ることができるんで、ね。
やっぱり気づかないこととかもあったりとか、うんうん、あの、悪気なくやってしまうこととかあると思うんです。あります、あります。うん、そういうところに、はっと気づくアンテナを持ってて、で気づいた瞬間にちゃんと謝れる人間っていうのは、すごいかっこいいなと。おいい、ね。そういう人間になりたいな。うん。人は大好きだなっていう思いがあって。うん、で、ここはですね、実はですね、あの、はい、さっきのアンジュと僕の話の関連なんですけど、うちの父がですね、はい。あの、兄が僕に、こう、そういういじめをしてるのを見てですね、うん、あの、あ、わしの真似をしとると。ああ、父様。兄が、その、吉富に真似をしとると気づいて、うん、中学生である兄に土下座して謝るんですね。もう二度とお前に手を挙げない。うん、それを、僕、まあ、後日聞いたんですけど、それを知ったときに、うん、自分の間違いに気づいた瞬間に、相手が誰であれ、うん自分の息子ですよ。に、ちゃんと頭を下げれるっていう人が世の中に一体どれほどいるんだろうと思って、うん。これは本当にすごいなと思って、やっぱそういうことができる人、ちゃんと謝ることができる人っていうのは、かっこいいなって思うんですね。あ、すごい。確かにそうだ、そうですね。うん。うん、だからそう、素直に生きるとか、人の思いに気づくとか、うん、それと一緒に、思いと一緒にこう料理させてもらう、うん。だから僕はその食材を持った時にその方の思いとか顔が思い浮かぶんですよね。ああ、顔とか、やっぱりその、うん、気持ちも思い出されるってことですね。やっぱりそれってすごい大事だなと思ってて、うんうんうん、その、つながって、ってるっていうことだと思うんですよ。これが本当に。そしてそのお客様がそれに気づいてくれたときに、あの僕の話とか聞いて、でこれがこうつながっていくっていうことでもある。その会ったことがない人同士がうちのお店を介してあのつながりができる。いいですね。そうなんですよ。うちのお店はだからそういう意味ではつながりを生んでいくお店。でありたいっていうふうにも思ってるんですね。いや、素敵な場所じゃないですか、それは。場所？ああ。早く来てや。そうなんですよね。僕まだ行ったことないっていう。うん、遠いもん。いやいやいや、もうね、あの、国内なんで近いんですけど。そうですよね。いやー、うん、でもなんか、ここまで聞いてて、もう、美濃さんの、やっぱり、普通にこう、で、美味しいものをただ提供するっていうだけじゃない。やっぱり思いをやっぱ届けたい、うんうん、っていう、そういうのがすごくこう伝わってきました。ありがとうございます。まあだから、そうなん逆なんですよね。きっと思いをちゃんと気づいて届けられてるから、やっぱり味はさらに美味しく感じるっていうか、もう美味しいものが出来上がってるっていう。ことなのかもしれませんね。そうですね。やっぱり、あの、大事にしたいって思うので、うん、その人を知ってるだけに。その、そうですね。やっぱりその僕たちにとって料理って自分の分身なんですよ。うん、画家が絵を描くように、うんうんうん。僕たちの料理って作品で分身でもある。じゃあ、その生産者の方の野菜だったり、お肉だったりってやっぱりそうだと思うんです、うん、分身であり、うん、作品だと思うんですよね。なるほど。それを大事に扱う人と扱わない人ではやっぱり差は出てくるし、この間も生産者の方を紹介していただいてお話しさせてもらって、うん、で仕入れさせてもらって、うん、で紹介してくれた方にですね、うん、後日を聞いたら、美濃さんと話して久しぶりにこの人のために仕事がしたいって思うような人に会いましたって言ってもらったらしくって、はい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 、めちゃくちゃ嬉しいんですよ。嬉しい。はい。僕褒められて伸びるタイプなんで。あ、なるほど。めっちゃ嬉しいですね。
めっちゃ嬉しかったですね。あ、そりゃもう下手な仕事できないというか、ちゃんとこの素材を生かした味付けをしようと。だから僕の料理ってちょっと引いてるんです、自分を。うん。味をたくさん足すとかじゃなくて、どうやったらこれの生産者の思いや味が感じ取れるかなって考えながら作るんで。いやー、なんかね、まだまだ話を聞いていたいんですが、もうそろそろエンディングのお時間になってまいりまして。ね、いや、ここまでね、リスナーの皆様聞いていて、もう美濃さんの料理食べたいなと。食べたいなって、もう思ってると思うんですよ。特に YouTube でね、ご覧の皆様は、美濃さんのその背景がね、めちゃくちゃ美味しそうなお肉。はい。それはすき焼きですね。そうですね。はい。なんで、このすき焼きのセット、実は、あれですよね、全国どこでも買える、はい、ということなんですよね。はい。はい、EC サイトから。はい。今 EC サイトね、特に、母の日のギフトにも向けて、はい、うん、いつもは4人前ぐらいのセットをこう、ね、うん、ちょっとこう2人前セットぐらいにしてね、はい、ちょうど試しやすい感じにもなってますしね。そうですね、ちょっとお買い求めしやすい、お値段とサイズ感にしてます。いや、はい、皆さん本当に美味しいので、本当に美味しいので、ぜひですね、YouTube でご覧の皆様は、美濃さんの下に QR コード3つ並んでいるうちのですね、一番左側がEC サイトになってますので、ぜひぜひ、あとインスタグラムとフェイスブックもね、美濃さんやってらっしゃいますので、ぜひ繋がっていただきて、で、広島に行かずとも食べられる、どんとこすき焼きセット、はい、ご注文いただきたいなと。もちろんお店にも、私も行きますので。はい、ありがとうございます。ということでね、ちょっと本当にあっという間のお時間でしたけど、ね、はい、まだまだ、多分100分の1も喋ってないと思うので、またちょっと遊びに来てください。わかりました。お待ちしてますね。ありがとうございます。はい。じゃあ今日は、どんとこの、オーナーシェフでいらっしゃる美濃吉田さんをお迎えしてお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。では失礼いたします。失礼します。